上場企業のあるべき形と真逆の姿をした偉業の企業グループを発見したんですそれがフジテレビだったなんと破格のですね安値で日本のメディアグループが売られているというすごい状況になってたんですもし国際競争力を、ね、問われる時代になったら海外の企業に負けちゃうよこんな前時代的なやり方してたら。 っていうことなんですよほぉーで、ここでね、村上さんが一番キーワードとして出してくるのはコーポレートガバナンスっていう言葉なんですねこれを分かってくださいっていうもうそれのためだけの本と言っても過言ではないんですよコーポレートガバナンスを知ってくださいって言うんですよそれは何かというと企業は株主のものであり経営者は株主から委任されているだけに過ぎないので株主が経営者が ね、株主が経営者の働きぶりをチェックするそれこそがコーポレートガバナンスコーポレートな企業ねガバナンスってのは統治これが成立した時代は古いぞって言ってくるわけですね15世紀にコロンブスとスペイン王室の関係がそうなんだねインドに行くよって言ったんですよねコロンブスがね俺インド行くよっつったんですねでもものすごい船が途中で沈むかもしれないね資金を出してくれなきゃいけないけどリスクは高いね だから、スペイン王室に頼んででで、すねお金を出してもらったで見つけたのはアメリカ大陸だったんだよね。でそこで奪った金銀とかをスペイン王室に配当として持って帰ってきたよ。その辺りからですねイギリス東インド会社、ね、それを作って要するに株式会社みたいなのが作ったのその当時はですねやっぱり絶対的に誰がオーナーで誰が、ね、その経営者かっていうのがはっきりしてるから。 そのバランスってのは、あの、目に見えたんだけど、上場みたいな感じでどんどん高度化してって、いろんな人が買うっていう仕組みの方がいいよねってなった結果、このコーポレートガバナンスっていう感覚が薄れてったらしいんですよ。要するに、株主ってスペイン王室ですよ。経営者っていうのがコロンブスですよ。そのスペイン王室がバーっていろんな人になったってだけ。 にもかかわらず、それが薄れてって上場というのは、英語で Go Public って言うんです皆さん非上場は Go Private プライベートだから、皆さんに買ってもらうってなった結果コーポレート・ガバナンス意識が薄まり株主が何か口出すっていうことをしなくなっちゃったんだよと、と実はですね、村上さんっていうね、異名がありまして物言う株主って言われてるんですよで、そのことが不服なんですよ、村上さんは 物言う株主じゃねえよと株主っつうのは物言ってなんぼなんだよとなんで物言わぬ株主が蔓延してる日本企業はありになっちゃってんだよっていうのをどうしても伝えたないの物言う株主こそが株主だこれさえ分かってくれたら俺の全ては分かるんだっていうわけですよ会社は株主のもんなんだただ一個のメッセージこれが 村上さんんの生涯にわたる格闘なんですよでもねこれに気づいてこう、ね、もどかしさがあったわけですよ。なんでこのまま分かかかっってなないか企業ばっかりなんだ、ね、で通産省通産省としてはですねそれを仕組みを変えてその企業がちゃんとね社内部留保って言うんですね社内にか貯めてる利益をですね投資や還元に使ったり、えー、株主に対してですね適切なコーポレートガバナンスね聞くように。 えー、したり、そういう風にやるように仕組みを作ろうとしてたらしいんですけど村上さんは、俺通産省やめようと思ったらしいんですねこれは、仕組みを作るだけじゃなくてそれを実際に行う者がいなきゃいけないって思ったもちろんそこには、使命感と共にビジネスチャンスへの匂いを嗅ぎつけてたんですよここでですね 使命感というのが株主を大切にしない日本経済国際的競争から取り残されるぞこれが一つですよねこれ絶対正義ですよねでもピーンとこれ儲かるぞとも思ったわけですよそれ何か不当に安い会社があるのならば安く買って株主として経営に介入して高くして売れば絶対儲かるじゃんダメダメな上場企業がたくさんあるんなら絶対に 安いんであれば、それを買えばいいんだよ。で、物言って、上げて、売りゃいいじゃん。大ビジネスチャンスが始まった。そしてそれを革新に変えたのが、1980年代のアメリカの状況だった。アメリカではまさに、この株主のコーポレートガバナンスという感覚がない企業がですね、要するに経営者が私服を肥やしたり、ものすごい企業をですね、私物化してですね、こうワンワンやっていた。 そんなダメな企業をですね、すごいファンドがですね、どんどん株を買って是正して株式株価を上げた上で売るっていうゴールドラッシュが実はアメリカであったんですよ。それを見たんですね。うわーってまさにこれは未来の日本だね。アメリカではとんでもないことが起きているね。コーポレートガバナンスが分かってない企業を。 でかいファンドがバンバン買ってそれを介入して価値を上げて売るすごい世界だそれができるのは投資家のもとに育ち通産省で日本の企業を見た俺しかいないそうして通産官僚からファンドを作るんですね M&A コンサルティングという株式会社を作るとここですよ面白いと思いません、ね、とんでもない経歴のやつが もうゴールドラッシュにででですすね飛び込んでいくんくよっし来たーって会社を買って売るんやー全然こいつら分かってへんからなと官僚としては手出しができなかった頑張ってーと言うしかなかったけど買えばいいんですからプレイヤーになったら行くぞというわけですねところがねなかなかうまくいかなかったりしたんですってそれがいろんな会社にですねこう株を買って介入していくんですけど 諸絶反応がすごいんですガーンと株買われた上で何かガンガン言ってくるんですけどっていうのがなかったわけですよあんまり。というのも結構日本のね株の持ち合いみたいなのがあってその株をね買ってお付き合いで買っときますみたいな結構仲いいところで株を持ち合うみたいな。 そういういまあ、なんだろう忖度忖度の村社会みたいな感じでうちの株買ってくださいだからその代わり株持っときますからみたいな大企業同士みたいなのあったらしいんですけどそこにねガンガン敵対的に買ってって言うぞっつってあんたんとこのその不動産あの全然あの回ってないからそれ売りなさいとでああそ,のその投資をこっちに回しなさいおい急になんだとんなん何急に怖いんですけどっていうことでものすごい反感を買うんですよ。 ででも、村上さんはそれでいいって言ってて言す結局反感を買って「いやじゃあいいじゃあいい」じゃあいいって言って g o パブリックだったところから非常上に企業がなったりしてってああうまくコントロールできなかったまあでもね非常上に、えー、するまでに価値上がってうまく売却したから利益は出てる大丈夫大丈夫ね大丈夫だプラスこれ上場する必要のなかった企業が上場してるっていう状況を非常上に変えれてるわけじゃないか。 俺はい,いことをやってるんだ村上さんはですね分かってない企業に分からしてやったんだよそしてその辞書を日本経済に見せてやってるんだねこれが教育なんだぞっていうところをこうどんどん推し進めていくんですがみんなからは違うわけですよね何だか飛びついてきて買われて何かいろいろ言われた上で何か高くなったら売って逃げていくみたいなハゲタカファンドって言われるようになったのは なんか、とんでもないことをやってこう介入してきた上で買ったり売ったたりり売するるがいるそういう悪役のイメージがここで、でき始めるんですね自分が本来やりたかったファイナンシャルリテラシーを分かってない人に対して分からせたいっていう気持ちと儲けたいっていう気持ちが合体して激しい嫌悪感を生むようになっていくという話なんです。そそして、んな中日本 経済市場を揺るるががす大事件がやってくるそれがフジテレビライブドア事何だ,だったのかなんか分かんないけどなんか堀江さんがフジテレビなんか欲しいみたいな言ってやめろみたいになってなんかなって逮捕みたいなそういうイメージかもしれませんねっこれどういう状況だったかというとまず村上さんはとんでもない会社があるっていうことに気づいたらしいんですよ。それが フジテレビだったんですねなんでとんでもないことになっているかというとこのいわゆるコーポレート・ガバナンスであるとか上場企業のあるべき形と真逆の姿をした異形の企業グループを発見したんですそれがフジテレビだったどういうことか実はですね 日本放送っていうね、オールナイトニッポンとかやってるね、ああいうラジオ局あるじゃないですか。あのラジオ局とフジテレビというのは同じ富士産 k グループなわけですよ。つまり産 k 新聞。ありますよね。産 k 新聞、フジテレビ、日本放送、これ同じグループなんです。ところがこれすごいのが、フジテレビの方が圧倒的に利益として大きいものを上げているし、ね、価値があるんですよ。その時代。にもかかわらず、 もっともっと規模の小さい日本放送の方が親会社になってフジテレビの株式をものすごく大きく持っているというグループだったんです。ういう,状態言うなればですね1万円入った財布が7,000円で売られている中身の方が価値があるのに。 側の方で判断されて7000円で売られているそういう状況だこれどういう状況か非常に危ういよだって日本放送は安く売られてるんだからそれを買ってしまえばフジテレビごとコントロールできる権限を持つことになるんですなんと破格のですね安値で日本のメディアグループが売られているというすごい状況になってたんです えな何これパンパンにパンパンに金金入ってる財布ものすごい安値で売られてるんですけどってそういう状況ねこれはこの日本の上場企業が価値が不当に低いといういびつ状態の最たるものだったらしいんですよえじゃあ何でそんなことになってんのこここには、んんな事情があったでですす歴史まずですね、この 日本放送フジテレビ産経新聞というのがねあるね財界からのバックアップでできてたんですね財界からのバックアップである人物が中心となって作り上げたのが日本放送そしてフジテレビそして産経新聞だったんですね財界のねえー、まあ何だろうなえー、言ったらあコントロールがしやすいメディアをということで作られたわけなんですね。ところが その中心人物の後継者息子がフジテレビを大きくしていたあたりでその息子がしししててまうんですね若くしてそんな中後継者がいないぞということでその初代の方の娘婿を引っ張ってくるんですが。 長らく日本放送やフジテレビにいた人ではなく銀行にいた人を急に引っ張ってきたのでこの人じゃ頼りないだろうということでクーデターが起こりフジテレビの中の人がその創業一家を追いやるようにしてこのグループを牛耳るようになるんですね。そんなな状態なので 日本放送をまずありきで作られていた。しかし、息子の代になって、テレビが大躍進し、フジテレビが日本放送を追い抜くほどでかくなっていた。その上で、クーデターが起こった。ここまで。複雑なんですが、非常にナイーブな案件なので、名前はあんまり出してないんで、よくわかんないと思いますけど、名前を出すのは非常に怖いんですね <laughs>。はい。で、そのですね、クーデターを起こして、 このグループを牛耳るようになった人が要するに追いやったですね娘・婿がまだ持っている株式の比率を下げたいという思惑とフジテレビを上場したいという思惑の2つがあったらしいんですねそしてお台場にあの新社屋ができるようになる球体展望台それは上場の時の資金集めの理由 上場してなかったわけですよ。もともとは財界のバックアップで作ってるわけですから。でも上場することによって、フジテレビというものを上場させ、さらに株をう創業者一族の力を弱めるという意味で、やった。やろうとしたんです。ですが、ここで問題がある。日本放送の方がもともと親会社なわけです。法律上、上場する会社の親会社は上場してなきゃいけなかったんです。なので、 もう規模的には日本放送が小さいにもかかわらずフジテレビの余波を食らう形で無理やり上場させられたんです日本放送というのは分かります小さくなってるでもいろいろお家騒動に巻き込まれながらフジテレビをぐいと上,昇ね上場させると同時に日本放送も上場しただから上場している2つの企業誰から買ってもいいわけですよ 上場している2つの企業があべこべの状態で親会社子会社になっているというものが出来上がったんですこれを村上さんはあれ両方思いましたこれはまずいだろうととんでもないことになるぞこのままにしてたらプラスこれはうまく扱えば大きい利益が上がるそうして日本放送の株を買いながらちょこちょこ買いながら関係者たちにヒアリングしていくんですね すると事態がが複雑であるる余計に分かってくる、ね、もちろんこれはよくないからどうしたらいいかプランがあったそれはフジテレビが日本放送の親会社になるというもう規模に見合った形にしていけばいいじゃないか株式交換というやり方があってそれをやることによってですねフジテレビが日本放送の親会社になるもしくはもう一個違う会社持ち株会社を作って 富士も産経新聞も日本放送もそこに連なっていたらいいんじゃないかつまり小さいものが大きいものを含んでるっていう状況自体を変えるしかないだろうそういうふうに言ったんですねところがやはりそういう派閥がもうこんがらがっての権力闘争のさなかのギリのバランスでこうなってますからいや余計揉めますよとねっフジテレビ側に言うと いや、日本放送があ子会社化する日本放送は嫌がるでしょうねいうわけですよ。日本放送側に聞くまあ、確かに言ってることは分かりますよ。でもうちの幹部はねフジテレビのせいで無理やり上場させられたんだぞっていう気持ちもあるわけですよ。にもかかわらずそっちの状況で、ね「子会社化するフジテレビの方が偉いみたいになりませんか?」 しががらみがすごかったんですってで、村上さんはいやこんなしがらみでうんぬんしてる場合じゃないからねもう絶対そのツープランのどっちかし,しないといずれ誰かが日本放送をガツンって買った時に大変なことになりますよこういうことを言い続けたらしいんですね。ところがある意味大丈夫だろうってたかをくくってたところもあったらしいんですよ。 というのも、財界のバックアップを受けて作った日本放送をそんな風に、荒くれた手出しをする会社ってのは現れないだろうとそんなルール無用のイケイケのベンチャーみたいなのは現れないだろうって言ってたらしいんですねさあ事態が進みます堀江さんが、村上さんに電話するらしいんですもう何ともならないんですよ このまま日本放送に関して我々ができることはないですから。村上さんも思いつかなかった。思いつかなかったというか、それをやるかって予想がしなかった方法で日本放送の株を買うことになったんです。